こんこんばんは、 NMB48 の田中幸乃です。先日の1月8日成人の日ということで、新成人の皆さんおめでとうございます。皆さんはどんな成人式だったか、ぜひ X などで聞かせてほしいです。幼なじみが成人したので、幸乃も初めて成人式に行ってきました。周りを見渡せばすごく豪華で華やかで、久しぶり、元気にしてた、写真撮ろうっていう声があちこちから聞こえてきて、成人式ってこんなに素敵な場所だったんだと新たな発見ができました。ちなみに幸乃も写真たくさん撮りました。そんな中で、漫画の世界かって思うような会話が後ろから聞こえてきて、男女が、私寒すぎてめっちゃ手冷たい、俺の手あったかいで貸してみって言いながら、女性と手をつなぎながら自分のポケットに入れたんです。こんなことほんまにあるんやと思いながら、青春やなと思いながら、少しキュンとしてました。では本日のジャンレディ月、よろしくお願いします。二人の勢いに負けてしまう、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。オープニングはこの曲から、大阪市にお住まいのラジオネームかおりさん、小山さんからもリクエストいただきました。 AKB48 さんでわがままコレクション。改めまして、皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、 NMB48 チーム N の田中幸乃です。このジャングルレディオは、月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞けます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式 X もありますので、@JRO_ESFM で検索してフォローもぜひしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて、月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。こんばんは、9期生の田中美空です。よろしくお願いします。お願いします。こんばんは、9期生の西山です。よろしくお願いします。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 声量すごいよ。ありがとう。ということで、今回も後輩2人来てくれましたが、喋ること大好きなんやね。はい、もう大好きですよ。9期の喋り番長2人で肩組んできました。はい、あ、そうなんや。はい、そうなんや、そうなんや。さっきのね、あのスタッフさんとの打ち合わせとかでもね、すっごい熱唱したれって、うん、本当にこの子たちすごいなと思ってました。ゆきの、いやー、もうでもなんか逆にそういう場で私たち喋っとかないとすごい緊張しいなので、うん、そうやね。だからもう、はい、なんかもはやそれで緊張紛らわしてるみたいな。そうなんや、逆にね、珍しい紛らわし方、はい、すごいよ、はい、ということで、今日から10期生の募集が始まるということで、ついに待ってました。どうですか、初の後輩ですけど。実感湧かへー。実感湧かないし想像もつかないですよね。本当に、そうなんね、うん、確かに確かに、まあ、最初はそうよね。はい、ということで、じゃあリクエスト、あのお便りを読んでいきたいと思います。リクエスト楽曲わがままコレクションをリクエストしてくれました。ゆきのちゃん、中西コンビ、こんばんは。こんばんは。今回はチーム M の M のサイン公演で、中西の2人が一緒にパフォーマンスしているユニット曲、うん、わがままコレクションをリクエストします。可愛さに振り切った楽曲や衣装がフレッシュな2人でぴったり、コールもめっちゃ盛り上がるので大好きな一曲です。ということで、リクエストいただきました。ありがとうございます。まさかですよね、こんなに喋り倒してる2人が可愛いユニットになるよ。本当想像つかなくて、もう本当に最初から私たちはちょっとイケイケな、かっこいい系のユニットに選ばれることが多くて、うんうんうん、そうね、まさか今回こんなわがままコレクションっていう可愛い曲をやらせてもらえるなんて想像してなかったので本当に嬉しいですし、いやでも雪乃も前から思ってた、可愛いのめっちゃやってほしいなと思って。割れちゃう。すごいよすごいよ、ゲストの中でこんなに整理はあるの初めてです。びっくりしちゃうわ、はい、本当にね。じゃあこのほんまにおもろ いということで、今回はこの騒がしい2人をお迎えしてお送りしていきます。はい、まずはこのコーナーから参りましょう。
教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。教えて。大阪府にお住まいのラジオネームしろアットマークゆきのしさんからいただきました。ゆきのちゃん、みそらちゃん、ゆまちゃん、こんばんは。こんばんは。みそらちゃんとゆまちゃんは9期生の中でも特に力強いパフォーマンスの印象があるのですが、うん、そんな2人から若きダンス番長ゆきのはどう映っていますか。2人から見たゆきのちゃんの印象をぜひ教えてほしいです。またゆきのちゃんの2人の印象も教えてほしいです。はい、力強いパフォーマンス、嬉しいね。いや、私もあのほんまにまんまそう思ってて、もう本当にみそらはもうなんか身長の割にはめちゃめちゃなんかその身長とかちっちゃい小柄な体型を感じさせないようなパフォーマンスが嬉しいできててすごいなと思ってて、それがめっちゃパフォーマンス好きってずっとやって嬉しい。おもちゃみたいに手叩いてる今嬉しい。今はなんかスタイルめっちゃいいから、その足めっちゃ見ちゃうねんや。ゆきの確かにめっちゃ長いですよね足。そうで、そのスタイルの良さを引き出すパフォーマンスがちゃんとできてて、めっちゃ力強いパフォーマンスもそれでできてるし、すごいなって思う。ありがとうございます。頭抱えちゃった手映らへんのにな。二人とも手がうるさい。ほんまに。そうですよ。いやでも私はそれこそ言ってくださったみたいに大きく見せるためにこうわーってなっちゃって、それが逆にすごい雑に見えるとか言われちゃうので、ゆきのさんはすごいキレッキレで存在感があるのに全く雑に見えない、その丁寧で、もう多分一番正しい振りを踊ってらっしゃるっていう。なんか振り振りとか見るときはもうゆきのさん、そうです、やんなやんな、そう、本当にだから急遽で今日のリハ曲やばいなって、でもゆきのさん見てきたからみたいな、そうなんやって言ってます。はい、かわいい、嬉しい。もう印象はもうそうです、もう綺麗に丁寧に正しく踊られるなっていう、でもキレキレでほんまかっこいいって思ってます。嬉しい、憧れです。いやーん、かわいい、大好き。嬉しい。じゃあそんな嬉しいエピソードが聞けたということで、じゃあ次参りましょう。はい、高知県にお住まいのラジオネームナチュラルさんからいただきました。ゆきのちゃん、みそらちゃん、西山、こんばんは。こんばんは。年末の毎年恒例の YNN24 時間で前田玲子ちゃんが期待している若手メンバーにみそらちゃんを選んでいて、 M にも最近ずっと出てくれているんですけど、ちゃんと物おじせずに喋れるし、ちゃんと周りを見れてる、空気を読めてるから、あとは先輩にガツガツいけたらいい感じになるんじゃないかなと思うと言っていましたね。前回はワンコーナーだけの出演の9期生でしたが、今回はいろいろなコーナーに出たので、印象に残っているコーナーや裏話などがあれば教えてほしいです。中川のゆきのちゃん、めっちゃ可愛かったです。とのことです。おー、なるほどね。いやー、れいこさん、嬉しい。嬉しいね。最近ずっと出てるもんね、M。 はい。でも物おじせずに喋れるし、もうここで発揮してますよね。いや、ほんまにやったね。めっちゃ感じてるそれは。いやでも本当に MC をすごい頑張りたいなって思ってたので、最初の頃はもう一言も喋らずにユマと一緒にこう固まってたやな。そうだから反省会とかで先生に、二人もう一度喋っていいで、うん、みたいな。地蔵って言われて、地蔵って言われたから、はい、すごい悔しくて、もう行ったれと思って2回目からは結構、割り込んで入れるようにしてたので、それをれいこさんに見てもらえてよかったなって思うんですけど。うわー、いいやん、嬉しい、さんちゃんと成長見られてるやん。そうです、嬉しいですね。いいねで、ちょっとじゃあ YNN の裏話、コーナーの裏話なんかあります？まあ私はやっぱり今回のコーナーでテンナとユマっていう自分のコーナーをさせていただけたことが、本当に嬉しくて、もうそれがもう1ヶ月くらい引きずってますね、嬉しすぎて。そんなに、はい、長ない？いける。そうなんや。余韻にまだ浸ってます。あ、でもね、めっちゃ刑事役？そうですね、なんか刑事のなんか部下みたいな
感じの、うんうんうん、いや似合うよね、はい、似合ってます、嬉しい嬉しいと頭抱えちゃうそうなんね、似合ってたよ、はい、ありがとうございます。みそらは何かあります？私はあのアイドル合格バラエティ失格っていう、うん、ちょっと深夜めなコーナーで、うんうん、私今回まさかの深夜のとこに出させてもらえると思ってなかったので、うんうん、楽しみにしてた反面すごいビビってたんですよ、何させられるんやろみたいな、うんうんうん、もう行ってみたらもうなんか可愛くもいなあかんのに、うん、面白くないと、うん、それはバラエティ失格みたいなコーナーで、うん、もうだから全振りして萌えゼリフ言ったらブーって言われるし、うん、面白すぎたらアイドル失格ってみたいな言われるからすっごい難しくて、うん、もう滑り倒したんですよ私塩梅が分からなくて、うん、だからもう鋼のメンタルがすごい鍛えられて、うん、ちょっと深夜怖いなっていうのを分かりました今回 で、ね、多分一回深夜枠出たら、はい、もうずっと出さされると思 う、 うわもうじゃみそハチキがそうやから、うん、半端なかったですあのコーナー。そうなんや、はい、うん、でもねいいやん、いろんなことに挑戦できてね。そうですね、うん、いいよいいよ、トラウマがこれから頑張っていこうぜ、頑張ります。なあ、ということで次行きましょう。教えて、兵庫県にお住まいのラジオネームたしたしさんからいただきました。いきのちゃん、みそらちゃん、ゆまちゃん、こんばんは。こんばんは。渋谷なぎささんの卒業コンサートで渋谷なぎささんと渋谷さゆきさんが入れ替わる演出がありましたが、もし他のメンバーと入れ替わるならば誰と入れ替わってみたいですか？なるほどね。もうちょっとその前に一個いい、はい、あのアナウンサーすぎて読み方がいい声ですよね。え、入ってこい、すごいね。ありがとうございます。兵庫県にお住まいのめっちゃいい声する。綺麗、ありがとうございます。入れ替わるなら誰、うん、ゆきのは小島かりんさん。うわー、なんでですか？あの人の足が大好きでめっちゃくしゃい、足ですか、もしかして？めっちゃくしゃいねんけど、いやいやいや、もう足大好きで、かりんさんって足めっちゃ綺麗やんか、長くて細くて、だからそのかりんさんに入れ替わって裸で全身鏡の前に立ってそう一日中眺めてたい、その体型を。そうめっちゃくしゃいねんけどな。そう、なんか新たな一面を知ってしまいました。そうなんです、私こんな一面あるんです。そうなんや。逆になんかある、うん、私はあの石田優美さんと入れ替わってもバッキバキに踊りたいですね。わかる、めっちゃわかる。本当にもうダンスがもう、うん、ピカイチに上手なので、うん、もうこう一日中踊ってもうヘトヘトになって、で自分の体に戻りたい。最終ね、最終、最後疲れゆうみさんに残るけど大丈夫やばいやばい。はい、みそらは、私はあの同じ9期生の西島リオちゃんの体をちょっと入れ替わってみたいです。あの私それこそ身長が低くて、うん、今日もスカートとか履いてるんですけど、うん、あのみんなからしたらミニスカートやのに私膝とかまで行っちゃうんですよ、うん、だからこうめっちゃ折ったりして履いたり、もうあの胸ぐらいまで上げくらいまで胸ぐらいまで上げて履いたりしてて、だからすごい服を選ぶというか、だからリオピみたいなスタイル抜群な体になって、もうお店に行ってこれ私何でも似合うんでみたいな感じで着て、なんか一日こうモデルさんというかマネキンみたいな、この何でも似合う自分になってみたいです。あ、絶対楽しい、絶対楽しいよな。モデル気分ね、ちょっと味わってみたい。ほんまにスカートが毎日もう苦難なんです私。そうなんや、はい、初めて知った。今日もだからこの中で折り曲げてるんです。そうなんや、そうなんや、はい、いやでも雪乃も分かるで、身長ちっちゃいからスカートの丈合わんって何してもですよ、ね、そう、めっちゃ分かる。折ってたんか。折ってます。そんな方法あったんや、はい、あ、身長ですか。私150ぴったりです。あ、そうなんや、はい、ちっちゃ。え、雪乃さんに言われた。雪乃は153。あ、3、でも3でかいですよね。そう、でかい。3は確かにでかい。ちょっとでかいから。何センチ？161です。あー、うらやましい。いや、そのぐらいが女の子一番ちょうどいい。ほんまにそうやね。ロングコートとか着たらもうロングロングコートになっちゃうから。もうくるぶしみたいな。わかるね。めっちゃわかる。でも、世でモテるのは、やっぱ150センチから153センチくらいの女の子じゃないですか。いや、そうね。言われてるよね。
いやでもな、おしゃれしたいよ。おしゃれしたいのよ、ゆまちゃん。ゆまちゃんおしゃれしたいな、私。大丈夫、一緒におしゃれしよう。おしゃれしような、うん。もうなんか二人だけで会話できそうやな、これな。一生ね。そうですね。はい、ということで今回はここまでになります。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。皆様からのお便りお待ちしています。田中美空です。ユマと初めてカラオケに行った時に私が歌うとユマも知っていた曲で、懐かしすぎると2人で大盛り上がりした大好きで思い出の曲です。小学生の頃からずっと聴いてるんです。ラストノートさんで刹那トリップ、フューチャリング。今週もラジクイーン。ここからは私たちが今気になっている、ハマっている、自分なりにランクインしたものを紹介していくラジクイーンのコーナーです。あります、自分の中でランクインしたもの。まあ、あります、もちろんあります。ちょっと楽しみですね。この二人は癖がとんでもなく強いので、とんでもないものが出てきそうだなと私は予想しています。じゃあそれではまず私から紹介していきます。田中由紀乃のラジクイーン、紹介するのは鳥です。鳥？鳥？はい。では一つ目は小桜インコです。小桜インコ。わかんないですよね。わかんないですよね。あの小桜インコってめっちゃもうなんかまん丸で毛もほもほなんですよ、とりあえず。え？絶対可愛いですね。で毛が緑で、顔らへんがオレンジなの。オレンジ？オレンジ？なんかピンクなんかなと思いました。小桜って聞いたんで。そうなの、そうなの。イメージ的にはあ、そんな感じ。あらね、あら、あら、可愛いね。あら。そう。特徴がね。あの顔赤いのが特徴なんやけど、うん、あの雪乃的にはあの顔がめっちゃ好きで何考えてるか分からないような顔がめっちゃ好きなの。そうですね、なんか斜め漁ってみたいな方向見てます。そう、ずっと不思議なこと考えてて、でなんか飼い主さんに懐きやすい鳥で、あの机トンって指でしたらくちばしでトンってしてくれるとか、あの言葉喋ってくれるとか。言葉？じゃ、そう。喋るんですか？そう。あららら。やばい。喋らんインコとかもおんねんけど。喋るインコ。そう。喋るインコの。じゃあ、そうなの。小桜インコ。魅力伝わりましたかね、今ので。伝わりました。トンとしたくなりました。トン。トンとしちゃう。いやもうぜひ、ペットショップとかで見たら、ね、お願いします。してみてください。はいはい。じゃあ続いて2つ目はシマエナガです。これはわかる。わかります。シマエナガはわかる。わかります。シマエナガね、あのこれもまたとにかくまん丸なんです。あらあら、真っ白でおにぎりみたいなんですよ、ほんまに。ほんまにかわいい。あららかわいい。あらあらあらら、お餅で、なんか言われてるのが体重、シマエナガの体重が1円玉7枚分って言われてて、7グラムってことやん。そう。それやばい。もう何？形？体長がほんまに、なんていうの、手のひらサイズ。おにわり。そう。で飛ぶとめっちゃまん丸なんの。かわいい。握りしめたい。で北海道にしか住んでなくて、うわ、旅行不可避。少主や。そうなんです。だから珍しいっていうのもあって、うん、もうめっちゃもうなんていうの、雪の妖精って呼ばれてるぐらい。あら、雪のさん。あ、私？私かな。はい、ということで雪の妖精と呼ばれてるぐらい真っ白で可愛い鳥なんですわ。癒されました。今数枚写真見ただけでも心が綺麗になりましたね。うん、綺麗になったね。私はずっとこれはハマってる動物、鳥です。わ、はい、私のラジクイーンは以上となります。それでは続いてみそらお願いします。はい、はい、続いて私田中みそらのラジクイーン、紹介するのは今気になっている新作スイーツです。おお、ちょっと癖少なめできました。今日はいいよいいよ。はい、では一つ目はミスタードーナツさん×ゴディバです。うわ、これは
やばいでしょ。待って、もう口がドーナツ干してるわ。やばい。あのちょうどそれこそあのこの収録日の今日から発売なんですけど、うんうん、あの皆さんビジュアルを見ていただきたいんですよ、この今聞いてくださってる皆さん、うん、うわそうなんです。めっちゃ美味しそう。もうあのおしゃれ、パイからテカテカからホワイトまで全て揃ってて、うわ、で私ミスタードーナツさんのもうチョコの味がすごい信頼してて、もう大好きなんですよ。わかるわかる。もうね、この冬売ってるあのポンデザクショコラっていう、うん、あの冬限定の新作があるんですけど、うん、もうそれが私大好きで、うん、3日に1回2つぐらい食べるぐらい大好きで、うん、あのチョコが甘すぎないんです、うん、でも苦すぎなくて、うん、本当に2個連続で食べれちゃうような絶妙なチョコの味、うん、胸焼けしない感じよね。そうなんです、うん、でしかも天下のゴディバ様ですよ。ねえ、いいよね。ガナッシュショコラとか、うわー、めっちゃ美味しそう。キャラメルショコラとか、うわー、いいね。どうすんの、どうすんの、本当にどうすんのよ。うわ、でパイってなかなかミスタードーナツさん出してなくって、うん、そうだよね。今回この私これが気になってて、このガレットでロアショコラ、ショコラの味わいとサクッと食感を楽しめるプレミアムショコラパイ。もうね、これを私は豆乳と一緒に食べたいです、うん、豆乳ね。そうなんですよ。いいね。聞いただけでお腹空いてくるね。今日帰り買って帰ります。うわー、雪のも私もみんなで買って帰りましょう。今日買って帰りましょう。ね、うわー、お腹空いドーナツの口になっちゃったよ。やばい。なんか余韻に浸っちゃった。余韻浸ってるね。美味しかった。はい、続いて2つ目は、スターバックスさんの新作オペラフラペチーノです。うわ、もう美味しいよ。もう美味しい。チーノオペラフラペチーノ、これはあの収録日の前日ぐらいに解禁された本当に超超新作情報なんですけど、これです。うわ、これもまたチョコレートだ。そう、これも皆さんビジュアルを見ていただきたいんですが、またチョコの、私チョコが好きなんですけど、このね、上から垂れてるこのチョコ、何何何これ。もう私たち誘惑してどうすんの。もう誘惑のチョコレート。これあんまりあの情報があんまり出てないんですけど、うん、フランスの伝統的なチョコレートケーキオペラっていうのがイメージされてるみたいで、フランスですよ、フランス。もう美味しくないわけがない。そうなんですよね。バレンタインシーズンがもう来るので皆さん、あ、そっか、あと1ヶ月ぐらいですよ、ね、確かに。だからもうチョコの季節です。もうチョコ祭りやんけ。ほんのりビターな味わいが楽しめる王道のチョコレート、ーコーヒーとアーモンドの風味漂うチョコレートのフラペチーノをベースに。うわ、うわ、今動画を見てます、ね、ペカペカのチョコが上にかかってて、下に生クリームあるのね。うわ、そうなんですよ。しかもこれザクザク食感が中に入ってるんです。ザクザク食感。そうなんです。私ほんとザクザクとかチョコチップとか、うん、そういう一つの味わいの中に何かアクセントが入ってるのがすごく好きで、うんうんうん、大好き。飽きないですよね、それが。いや、わかる。うわ、そうなんや。これは購入不可避です。これはいや、何かにつけてね。あ、なるほど。ミスタードーナツと一緒につけて食べるってことですね。うわ、ちょうどこれが、まあ、あの1週間ぐらい発売なんで、うん、私はその時にはもう多分ミスドのドーナツに爆ハマりしてるので、うん、豆乳をやめてお供をこれにしてるんじゃないかなと思います。うわ、いいね。うん、これは飲みたいですね。いや、これにした方がいいよ。間違えない。早く飲みたい。これはうわ、いいね。チョコレート最高ですね。いいね、最高。もう今ここがね、チョコレートの空気に包まれてもうもはや今チョコレート食べてる気分ですよ。もはやね。早い早い、うん、そうなのね。はい、以上です、私は。では最後に西山お願いします。はい、続いて私西山のラジクイーン紹介するのはスーパー戦隊シリーズです。すごいね。すごいね。ありがとうございます。はい、今日はちょっと皆様にスーパー戦隊シリーズの魅力をお届けできればなと思います、うん、シリーズ。はい、では一つ目はサムライ戦隊真剣じゃー。真剣じゃ、皆さんご存知ですか。真剣じゃ、サムライ戦隊真剣じゃ、聞いたことあります。真剣じゃ、サムライ戦隊ということで侍がモチーフになってるんですけど、うんうんうん、もう本当にね、これはもう大人も、もう、あ、どうですか、これか、こちらなんですけど、ちょっと世代の方もいるんじゃないですか。2009年、
そうです、もう本当にここら辺の世代なんじゃないかなって思うんですけど、見てたよ見てた、これ剣回すやつじゃん、は剣回すやつ、剣回すやつ、やすごいすごいすごい、ちょっと盛り上がってる、湧いてる、うわそうです、サムライ戦隊真剣ちゃんも大人もびっくりなストーリー展開、うん、まずこちら一つの魅力でございまして、このねストーリーがとにかく深い、もう私もう子供の頃理解できませんでした、あでもね本当もう中3の頃とか見返して結構、普段見返すんですけど、その時になるほどってなる感じのストーリー、好きが立ってわかるんや、大人になってね、もうちょっとこれはぜひ見ていただきたい、ちょっとネタバレはしないでおくんですけど、はい、気になったらね熱量に押されて見ちゃいそうですね、これは見てみてください。もうそしてね、あの私このコスチュームというかこの大好きなんですよ、変身後が、うんうんうん、変身後ね、顔に漢字みたいなの書いてある、そうなんです、うわえ本当にですね大好きで、このわかりますかね、このひーって書いてある、これですね、火って書いてたんや、火、水、土、木、うわそうやったんや、はい、なんかかっこいい模様に見えた、うん、もうずっともうそう思ってた、本当に侍やから日本みたいな感じ、はい、そうなんですよ、ね、この変身する時も大好きで、こう書道フォンっていうものがあるんですけど、それでこの自分の漢字を書いて変身するんですけど、その変身シーンが超絶かっこいい、ね、もう皆さんぜひ見てみてください、うん、はい、この熱量は熱量がすごいよ、ありがとうございます、うん、それでは続いて2つ目に行きたいと思います。2つ目は海賊戦隊ゴーカイジャー皆さんこちらもね世代なんじゃないかなと思うんですけれども、うんうん、見てたよ、あ見てましたか、見てた見てた、うわはい、でプリキュアとかよりそっち の, あの戦う系の方がめっちゃ好きで、同士ですね、めっちゃ見てた、うわ嬉しい海賊戦隊ゴーカイジャーはですね、まあ、その名の通り海賊がモチーフとなってて、そんな船みたいなのがあるんですけど、さっきと一変変わってね、はい、もうこれもねまた面白くてですね、まず魅力1、いろんな戦隊が出てくるんですよ、これなんでかっていうと、変身するときにそんな鍵みたいなのがあるんですけど、その鍵がそのいろんな戦隊ものの鍵になってて、こうそれで変身すると、まあ、例えばさっきみたいな真剣ジャーの姿になれたりだとか、もういろんな戦隊ものに手出しちゃうわけですよ、そんなのだっていいの、そうなんです、もうこれ反則ですよ ね, ねだからもう、ね、なんかもう一つの作品でもうなんか10個くらいの作品楽しんだ気持ちになれるんですよね、もう本当にもうこれが魅力的でですね、もう本当に見てて、もう心が踊る、そうね胸熱展開で、見たくなるわ、え普通にちょっと今興味そそられてる、え本当、うんまあ、嬉しい、ちょっとぜひ見てみてください、も改めてもう一回見てみます、嬉しい、もうストーリーもね展開すごく面白いので、ぜひ見てみてください、はい、今は仮面ライダーじゃなくてそっちの戦隊の方が好きね、そうスーパー戦隊シリーズがめっちゃ好きで、仮面ライダーももちろん好きで、うんまあ、特にまあなんやろな、ゴースト、うん、仮面ライダーゴーストとかドライブとかは結構見てました、うん、ドライブ見てた、うわドライブ見てた、うわ嬉しいです分かり合ってますが、はい、ねいろんなものがね、もののおやしゃるせいかわいいいろんなものにね、あの詳しいことを聞けて、私はねあの趣味が増えそうやなって今思いました、確かに布教された気分です今、はい、ちょっとあの今すでにもう満腹ですがはい、皆さんもいかがでしたでしょうか、皆さんのランクインしたものありましたでしょうか、以上今週のラジクインでした。目撃者は誰だ、リスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さてどこで誰が目撃されたのでしょうか、早速紹介していきましょう、まずは大阪市にお住まいのラジオネーム尾が挟まるポンポンしながら温められたい人さんからの投稿です。目撃メンバーは西馬、この前の公演で馬ちゃんが病院の先生からラーメン禁止令が出たと言っていました、はいそうなのね、はい、それを聞いてどんだけ食べとんねんって思いました。皆さんは自分の中でこれだけは禁止にしているや食べるのを控えている食べ物ってありますか、またその理由もあれば教えてください。ちなみに私は
今年1年揚げ物を禁止にしていますということで。揚げ物禁止結構きついですね。結構きつい。3日で断念しちゃう。ねえ、ゆまラーメン。ゆまラーメン。もうドクターストップかかってて。そうなの。もともとも3分の2食くらいラーメン食べてて、もう本当にすごく楽しい生活を送ってたんですけど、まあ病院行ったらちょっと君ラーメンストップでってなっちゃって、もう週に2回とかしか食べれなくて、悔しい思いをしています。いやでも3日に2回3食に2回か。食べすぎすごいな、よう食べれるな、はい、飽きひん、やっぱり全然飽きないですね。なぜかラーメンは本当に一生飽きなくて、ずっと食べてます。何味が好き？やっぱ家系とか二郎系とかの結構ごっついこってり系のラーメンが大好きです。そうなんや、いいね、はい、ありがとうございます。いやでもこの後その大事な週2回のうち1回を一緒に食べに行きます、うんうん、はい、そうなん、はい、うわ雪の置いてやったそうなんや。今週あと1回ユマが行ってるとこ見かけたら、はい、もう怒ってあげてください、うん、あ、わかりました昨日行きました。あ、おお、もう今週のストップ使ったやん。本当にやばい、終わりですもうやばいやん、はい、もうきついな、週2回は結構きついな。そうなんですよ、ね、結構だいぶな変化ちゃう。はい、もうだいぶ変わりました、ね、週2回、はい、そうなんや、ラーメンすごいねなんか私はあんまこう禁止っていうのはしてないんですけど、うん、食べ過ぎちゃうから歯止め効かしてるっていうのはあって、うん、あの数の子、数の子がすっすごい大好きで、うん、あの昔はそれこそお正月しか食べれないレアアイテムだったんですけど、うん、ここ数年は私の熱量に負けてお母さんが常に冷蔵庫に置いといてくれる、置いといてくれてるんですけど、でもやっぱりもう大好きすぎて食べ始めたらもう一人でもう1パック全部食べちゃうんですよ、でもやっぱ数の子ってちょっとお高め、そうね、1パック1000円ぐらいするから、まあ、うん、するね、今日は3粒とか3粒え、こんなちっちゃいよね。え、違う違う、粒じゃなくてなんていうの、あ、このあ、あ、なるほどね、ポロポロ3本うん3個うん、そうとか今日は公演頑張ったから4つとか個数制限をして食べてます。え、ちょっと粒はやばいよこんなちやばいと思ってびっくりした、ちまちまやってんのかと思った。一つ気になったんですけど、数の子じゃないんですか。え、数の子うわ、関西と関東違う。あ、そっか、今千葉やもんな。数の子って聞いて一人で始まる感じなんですけど、数の子、うん、わ、数の子か、え、ね、珍しいね。大好きなんです、うん、そうなんや、はい、ちょっと塩分ね、ちょっとそうですね、すごいから、ね、確かに、ね、気をつけます。私も塩分でラーメン止まってたからもしかしたら数の子ドクターストップかかるかもしれない。やだやばい、一緒になっちゃうよ。お前そうなったらほんま粒で食べます。週2回になっちゃうから週2はちょっときつい。そうやねゆきのさん、なんかあります？私はいちご。あー、いちご、いちごの食べ過ぎにちょっと気をつけてますね。あー、かわいい、好きな食べ物がいちごなので、それこそ一緒でママが市場とか行ってきて、いちごパックじゃなくて箱の方、うわー、うわ、いいなー、を買ってきて家にずっとストックしてある状態で、そう、置いてあったからもうなんぼでも好きなだけ食べみたいな。止まりませんよね。そう、え、もう年中無休ですか、春夏秋冬。え、そう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 、春夏秋冬。でもね、旬じゃない時期があるから、うん、もう本当にね、その時期はシャッキシャキのイチゴ食べてたりとかしてちょっとね、あります、どうしてもね、旬はありますよね。でも今のがね、ちょうど旬なので、うん、冬ね、うわ、そう、美味しいよ、うん、ぜひ食べてみてください。みんなも今日食べますもん食べるもん多いね、イチゴもね、ちょっと私はラーメンも食べます。うわじゃあ続いての目撃メンバー紹介したいと思います。大阪府にお住まいのラジオネームライトワンさんからいただきました。目撃メンバーは中西。みそらちゃんの生誕祭、メンバーからの手紙がゆまちゃんからでしたね、はい、あの時お互いすごく泣いててもらい泣きしたのを今でも覚えています
中西の絆は永遠。永遠永遠いつから二人の距離が縮まったのか知りたいです。あ、はい、これね、さっき二人で顔見合わせて笑ったよね、めっちゃ笑った。永遠の次に星までついちゃって、うん、永遠永遠確かに永遠です、うん、いやでもいつから絆のきっかけは、うん、あの加入してほんまに数日後に、うん、あのビジュアル撮影、あの、うんうん、アーティスト写真の撮影で初めて NMB として加入稼働したんですけど、うんうん、あのたまたま待合室で隣に座ってて、うん、でも全く喋ったことなかったよな、それまで。全然もうセレクション期間とかも一切なんか面識なくて全然、うん、そう、でもそう、私が好きなアンサンブルスターズっていうゲームがあって、うんうんうん、そのスマホのこのホーム画面とかもそれですごいデコってたんですね、うん、こういう、すごい、でその画面をたまたまチラッて見えたユマが、うん、えっアンサーって言って、あのこの熱量で喋りかけてきて、うん、もう私もアンスタ大好きで、そう、今も飾りつけててスマホ、だからね、もうしかもそのアンスタの中でもなんかもう全然誰もあんま好きじゃないみたいなあのめっちゃ人気あるユニットってよりかは、うん、あのちょっとコアなユニットを二人とも推してて、うんうん、そうなんや、そうなんです、それでも意気投合したのが俺らの始まりだよな、始まりだよな俺たち運命だよな、うん、運命、すごい、星がついてる二人とも、もうそこからは早かったです、もう親友みたいな、うん、早かったね、早かった、いいやいいや、はい、じゃあその共通点を見つけた瞬間から打ち解けて、打ち解けましたね、もう 100% 加入して間もなく、もうすぐでしたね、すごいな、2秒やったな、うん、2秒、え、人見知りって言ってたんな、うん、はい、はい、めっちゃ人見知り同士なんですけど、うん、やっぱりオタクの趣味が合うっていうのはもうそれだけで心のガードが、うん、さすがにもう剥がれちゃう、秒だったな、もう、ね、え、アンサンブルスターズえ、見して、詳しく教えてめっちゃ想像つくそうなんや、そうなんや、そうでしたねそんな話も聞けたところで、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。さてここからはリスナーに代わり、お互いの目撃情報を打ち明けてもらおうと思います。題して NMB48 の打ち明け話。今回はこの年末年始にかけてあった出来事からマル秘情報を打ち明けていこうと思います。まず私田中幸乃のマル秘情報から。それは秘密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 のあっこちゃん。ペット、はい、ペットまあわからないですよね、はい、そうですね、ペットだけじゃ。私はあの新春特別公演の時にあった出来事なんですけど、あの黒島さくらちゃんっていう8期生の同期のメンバーがいるんですけど、はいはいはい、その子がもう本当に年明けてから初めて会ったから、私への愛がすごくて、自分で言うのもあれなんですけど、すごくて、もうペットのように、うん、私は飼い主かっていうぐらいほんまに後をつけてきてて、うん、もう腕組んで絶対私は離れないっていう感じで、まあ、私見てました、その光景ほんまにすごかったくない？かわいいなと思いながら見てました。そう、私が、あるところから移動して部屋に入った時に人が多くて、その部屋が、うん、でそこに黒島さくらちゃんが後からついてきた時に、人が多すぎて雪乃を見つけられなかった時に、あの雪乃がこっちやでって振ったら、あの笑顔でもう尻尾見えました、その瞬間は見えたぐらい、あのキュルキュルな顔でこっち来て、いい、もう想像しただけでもう可愛いですね可愛いよ、はい、もうそれが新春特別公演の時は特にすごかった時ですね。やっぱ会えない分愛って募りますよ ね、 ね、募りますね、すごくなってましたよ、うん、私はその愛に応えられるかって思いながら受け止めきれるかみたいな、そう、うん、重すぎてね、ちょっといつもそんな感じなんですけど、その時は特別すごかったですね。可愛 いエピソード、うん、はい、続いてみそらのマル秘情報いきましょうか。はい、それは秘密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 のあこちゃん。ちゃんと大吉を引いてないのに大吉を引いたことにしてます。おおビッグニュースちゃうかこれ は大丈夫か。理由があって、うん、今年私初詣とか行ってないんですね、うん、はい、だからおみくじは引いてないんですよ、うん、でもそれこそさっき話に出てたアンサンブルスターズのゲームの中におみくじってあるコーナー
みたいなのがあって、そこで引いたら大吉が出たので、うんうんうん、まあこれ大吉ってことでいいんじゃないかなって思って、おみくじどうだったって聞かれたら、え、大吉って言ってます。あ、それはね、OK OK 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 なのか、これは OK です。はい、これ大吉です。まあそうなのか、信じるものはね、救われるので、うん、名言みたいな感じで言ってるけど、はい、大吉だと信じてます。いやでも今度ね、そのゲームで弾けるんやったら現実でもいけるやろ。どうしよう、今日出たら。うわ、まあ、私ちょっと今年今日だったんで、ちょっと道連れにしようかなって思いますよ。いやーやなー。でもね、大吉とかより下の方が、あとは上がっていくだけやから。確かに、ね、もう今ピークってことですか。そうそうそう、年のピークですかね。ゲームの中ではピークかも、うん、ね。2週間ちょっと連れてってもらって、はい。じゃあ続いては2週間のマル秘情報、こちら。それは秘密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 のあこちゃん。みかん、みかん、みかん、はい。おですね、私先日、うん、みかんを購入して、うん、本当にもう久しぶりにみかん食べるとかだったんで、うんうんうん、本当1年ぶりとかだと、うん、もうルンルンでお家に帰って、こう台所に置いといて、うん、明日食べようと思って眠りについたその次の日の朝、うん、なんと、おっと、みかんが腐ってたんですよ。本当に1日で、なんかもう、なんかカビ、なんかもう、なんか緑になってて、全部がもう緑の塊ができてて、今日やん、もうほんとみくじ今日やん。しくて、もうそれからみかんは買えてないですね。お母さんにみかんを無駄にするなみたいな言われて、そうなんや、台所に置いただけでと思って。あ、そうか、もう前日の晩に全部食べなあかんかったんか。はい、悔しかったです。もうそんなことあるんや。悔しい、もうこれも今日のせいか。絶対に今日のせい、それは。今日悔しい。口だけでも大吉言うといたらいいのに。大吉あかんで、あかんで、絶対やめて、あかんで。でも、はい、おみくじのせいにせんとって、なんでも。今日ね、引いちゃったけど、はい、いやもうそれだけ今日、んー、おみくじの威力なんかな。そうですね、おみくじ怖い。もうだからおみそらもおいで。いややわ。やばい、あかんところに引きずり込む。大吉ライフ歩みますから私は。はい、ということで、メンバーのマル秘情報いかがでしたか。以上、目撃者は誰だでした。西名さんの春一番を聞いていただきました。歌詞を読んで自分の中で映像を作って落とし込むのがすごく楽しかったです。時間です。皆さんいかがでしたか。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、このね、時間振り返ってどうですか。いやもうあっという間すぎて寂しいですね。過去一喋った気がします。過去一、ほっぺた熱いですもん、喋りすぎて、顔真っ赤よ。、うん、顔真っ赤ね。その分めっちゃ楽しめました。うわー、よかった。私も緊張してたんですけどね、私の印象に残ったとこは、西山の熱量がすごい。ほんまに押されちゃう。もう圧倒されました。語り出したら止まらないタイプ。それがユマの良さよ。ありがとう、ね、ところ知れました。、はい、ということで、そろそろお別れの時間です。今日は AKB48 さんでアフターレインを聴きながら お別れしたいと思います。この曲はチーム M の M のサイン公演の一番最後に歌っている曲で、明るい曲調なのにどこか切なさを感じる雰囲気が好きで選びました。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命さんの皆さんがお送りしますので、お楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてください。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の田中幸乃と田中美空、そして西ゆまがお送りしました。来週も聞いてくださいね。バイバイ。バイバイバイ。はい、それでは反省会よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、すごいよすごいよ。いつもの感じですけど、はい、いつもなんや。はい、すごいね。反省会ちょっと喋りすぎたかもしれない。喋りすぎたな。ちょっと熱くなりすぎた。でも私はそれがめっちゃ救われました。あ、本当ですか。本当ですか。私はね、喋るのめちゃめちゃ下手なので、喋ってくれた。いや、全然喋、ね、ってくれるメンバーが来て。
私は嬉しかったです。いやでも思い描いてた時間よりもなんか2倍ぐらい喋っちゃったりとかあったよな。本当に嬉しい。でも本当楽しかったです、うん、楽しかった。もったいますぎて、うん、もう1秒1秒は嘘やろ。1秒です本当に。でも中西のお二人にそうやって言ってくれてほんまに今ちょっと安心しました。また来ます。ぜひお越しください。ありがとうございます。お待ちしております。じゃあそれでは今日の反省会ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。